サングラティアンは、フランス、イルド・フランス地域圏、バルドワーズ圏のコミューン。サングラティアンは、モンモランシーダニの入り口にあり、パリの北方約10キロメートルにある。経済活動の活発な地域に近く、町は、住宅街の趣むきが残る。マティルド・ボナッパルトのシャトーサングラティアンの名は、4世紀に、殉教した羊飼いの少年で、628年に、 ダゴベルト一世によって劣勢された聖、グラティアンにちなむ。サンドニ修道院の修道士たちが、聖、グラティアンを記念して礼拝堂を建てた。聖、グラティアンの聖遺物は、町の教会の祭壇下に収められている。17世紀、ニコラ・カティナは母親から、サン・グラティアンの土地を相続した。陰謀の結果不遇を囲ったカティナは1701年、祖父が1610年に建てた。 サングラティアンの城に陰性した。彼の元を、ボシュエ、フェヌロン、ボーバン、セビニエ夫人、クーランジュ夫人、ラロシフコーラが訪れた。カティナは、果樹の栽培、現在のアンギアンコまで伸びていた自分の領地の管理に、時間を費やした。1712年2月12日に、カティナは、サングラティアンで亡くなり、村の礼拝堂に埋葬された。1994年7月、 コミューンはカティナを記念して彼の紋章をコミューンの紋章に採用した。18世紀の終わり、サングラティアンはパリ住民の好むリゾート地となり、別荘が建てられた。現在もそれらの一部が見られる。1806年、流星伯爵がサングラティアンを手に入れ、シャトーを建てた。1832年、作家で旅行家のアストルフ・ド・キスティーヌ公爵も、 サングラティアンにシャトーを建てた。1860年にキュスティーヌの遺産相続人がシャトーを相続するが、このシャトーをバルザック、ユーゴー、ショパン、ドラクロは20年にわたって、公爵の母と親しく付き合っていたシャトーブリアン、ミュッセ、ジュール・バルベイ・ドールビー、ジョルジュ・サンド、ラマルティーヌらが訪れた。マティルド・ボナッパルトは最初、カティナ・城にて、 キュスティーヌ公爵の客として夏を過ごした。その後彼女は1853年に理性伯爵の建てたシャトーを購入した。彼女もフランス第二、帝政時代の芸術家たち、メリメ、ゴーティエ、コンクール兄弟、フローベール、アレクサンドル・デュマ・ペールらをシャトーに迎えた。マティルド・ボナッパルトはサングラティアンの学校建設、街頭の設置、現在もある、教会建設などに、 財政援助を行っていた。1904年、パリでマティルドは死去するが、彼女の意志によってサングラティアンの教会に埋葬された。20世紀のサングラティアンは、パリ郊外の都市として人口が急激に増加し、旧市街が刷新された。ソースイコールカシニー・イン・エン・エン・エン・ありがとうございます。